輸入ビジネスでは稼げない。人口減少して景気は悪くなる、えー。給料も安い。日本では、えー、輸入ビジネスでは稼げません。ところが、商品を仕入れる場所としては世界最高の仕入れ場所です。何しろ物価の安い日本には儲かる商品がいくらでもあります。街中にあるありきたいの商品、ネットショップでいながらにして買える商品をオーストラリアに送れば、 アマゾンが高く販売して、集金をして、本包と発送をして、めんどくさいことは全部やって販売してくれます。あなたがやることは、オーストラリアアマゾンに儲かる商品を送ること、そして、その、どういう商品が儲かるかを私がサポートしています。もちろん、アカウントの作り方から、売った後の、えー、何か連絡があった時の対応方法まで全てサポートしてますけど、何しろ、儲ける一番の 噛どころはこの消費探し。そこに力を入れてサポートをしています